さんこんにちは、西岡由志です。本日はですね、今回、前回も、練習を一緒にしたんですけども、今回練習2回目ということで、ルシーズカップ第1回の優勝者の松岡隼人くんです。よろしくお願いします。年末のルシーズカップで優勝して、まあ、得点として僕と練習できるという権利だったり、遠征費の経費約100万円を支援するという大会で優勝して、まあ、そのお金を使って、まあ、ちょっとね遠征に行ってきたみたいなので、まあ、その話とかもちょっと聞きたいなと思うんですけども、まあ、今回南米に行って4週間、南米は4週間行って、結果はどうだった？1週目、2週目、1週目が1回戦負け、うん、2週目が予選決勝負け、3週目が1回戦負けで、最後の4週目だけベスト8に入ったって感じで、うん、まあ最初の3週間はすごい勝てなくて苦しいな。うん、まあ、最後 の4週目の大会で全て入った大会が一番大きな大会ね。GA の、バナナボールやったっけ。バナナボール、僕も出たことある大会で、僕多分 2,3 回戦ぐらい負けたと思うんですけど、めちゃくちゃこれレベル高いやつで、そこで8は結構すごいと思います。僕らの代でもあの大会で結構勝ち上がってる選手がジュニアのグランドスラムでは結構上の方に行ってたんで、プレーコートの南米の大会だとかなりレベルの高い大会なんで、あれで結構成績残したのが結構すごいと思います。で、まあ、結構多分久しぶりの海外遠征で、しかもレベルも結構高いと思う、あの南米のプレーコートシーズン。実際やってみてどうだった？その自分のレベルと今ランキング何やったっけ？その行く前、行く前は184位。今何位までなの？今は、まあ、最高で68位まで行って、うん、昨日付けで79位、うん、実際どうだった？まあ、160、170ぐらいから遠征に行って、多分戦った相手って2桁の結構上の方だったと思うけど、レベル的にどうだった？自分の肌感で、まあ、最初の1周目で、トップ10の選手と1回戦やって、うん、それでファイナル4-6で、うん、自分の中では結構手応えをつかめたっていうか、うん、いけるかもしれないっていうのがあったんですけど、逆に2周目とかは300、400位の選手にファイナルセット行ったりして、うん、まあ本当自分の調子次第で結果は全然変わってくるんだなっていうのを実感して、うん、僕も結果だけは聞いてたんですけど、結構上の選手と競ったりとか、まあ、勝ったりとかっていうのもあったんで、試合は実際見れてはないけど、多分そんなに遠いところにはいないと思う、世界のトップのところと。多分本当に今回の南米遠征ってすごいいい経験だったと思って、僕らの運営側、ルシーズカップ運営側の人たちも、あ、なんかこれで、それのお金を使っていって、ここまでランキング上げた、ちゃんと実績残したっていうのは、大人サイドから見て、めちゃくちゃ嬉しがった、みんなが喜んでたっていうのがあるから、すごい頑張ってても、かなりタフだったと思うけど、しっかりとランキング上げたのは、すごい頑張って、いい大会だったと思います。今回4週間クレーコート南米に行って、なんか多分1回最初に練習した時ハードコートだったから、多分ハードコートの戦い方とかいろいろ話したけど、クレーコートやってみて実際どんな感じだったの？なんかいろいろさ、自分の中では、松岡君の中ではこれがこうでこうでっていうのを結構話してたと思うけど、行く前行ってみて実際どうだった？その自分の思ってた、描いてた通りだったのか、ちょっと結構ギャップがあって、自分はやっぱもうちょっと足りないものあったなとか感じたものがあったとか。やっぱまあレッドクレーだったんで、まあ決まらないっていうのは自分も分かってて、まあその中でやってたんで、まあ途中スタミナとかが必要だなっていうのは、まあ少しは感じてたんですけど、一番自分がまあこれから改善しないとなと思ったのはバックの高いだっていうところで、やっぱりフォア回り込みがいい選手はレッグボールでずっとバックの高い打点にやってきて、それがセンターに返ってしまうんで、もう一回やられてっていうのをしつこくずっとやられてたんで、そこをちゃんとクロスで返せるようにしてた。今の言ったバックの高い打点とかって、実際クレーコートでやらないと絶対なんか打つタイミング多分ないし、特に松岡君身長高いから日本にいたら多分そんな来ない打点が、まあ、向こうへ行ったらそれが当たり前で、松岡君ぐらいの人多分普通にみんないるやん、大きいやつもいると思うし、年齢でもこの打たれるのが当たり前、そこを狙われるのが当たり前っていう感覚は海外行かないとないし、特にクレーコートとかみたいにやらないとないから、そういうのはすごいいい経験だったと思ったし、特に日本だとすごい難しい、あんまりないし、特にハードコートだとさ、低い打点低い打点低く早く早く早くっていうタイミングが多いから、特に日本はそういうののなんかね、こういうちょっとループ上、まあ、いわゆるなんか今だったら、まあ、もちろんナダル選手とかそうだけど、まあ、アルカラス選手とかも結構そうだし、すごいグリグリした選手とのなんかに近いようなプレースタイルの選手と対戦していくっていうのは、
やっぱね、すごい大事だと思う。プロになっても絶対必要だし、てかなんならクレーコートみたいな選手がほとんどやから、あのそういうのはすごい、あの若い時にいい経験をしたと思いますね。レッドクレーは跳ねるから、まあ、スライスが結構自分の中でどうやって決まっていくか。リカバリーとしてはね、結構跳ねるもんだと思ってみんな打ってるから、やっぱ低い打点が結構あんまり得意じゃないわけよ。あの早いわけじゃないし、落ちるから一瞬ボール上がるけど弾んでこないから、結構ね、あれをしばくのって難しいから、ね、ループ中になんかゆっくりこうやってスライス打つっていうよりは、スライス打てると一回やり直せる。持ち上げるからみんな一回持ち上げるから、なんかバックとかでも、なんだろうな、だ結構フォニーニ選手とかのバックが結構スーッと入って低く打ってるイメージあるけど、フォアったらもう結構低くもうスライスで、あのコントロールできてくると一回やり直せる、うん、構えて今のさ、さっきの練習みたいに走ってってへーってやるのもめちゃくちゃいいんやけど、まあ、一回このスライスを使ってゆっくりして自分のポジションを戻すっていうのも結構手だから、あれはね結構使えるといいかも。特に遠い打点、高い打点とかもそうだし、遠い打点、特にバックの打点とかは結構大事。最近俺も練習してるけど、あそこは結構キーになってくる。